それではまずこのコーナーから参りましょう。大入りプレイガイド。このコーナーでは公演情報など最新の舞台芸術情報をお届けいたします。ここからは演劇ライターの川野桃子さんにもご参加いただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまず最新のコリッチ舞台芸術見てきたランキングを見てみましょう。はい、お願いします。はい、では発表させていただきます。こちらコリッチ舞台芸術見てきたランキングです。第5位、雨宿り、純愛不倫、あるいは単一性の中にあるダイバーシティについて。第4位、スズメ組ホエールズ、なぎのように穏やかに。第3位、東京ニコニコちゃん、ドッキンドッキンメモリアルパレード。第2位、おぼんろ、パダラマジュグラマ。そして栄えある第1位は、絶対福井夏、旧姓の曲でした。おめでとうございます。あれ、1位、これ、ね、MC の福井なっちゃんですね。すごいですね。おめでとうございます。はい、では、ご覧の皆さんも見てきたいの投稿ぜひお待ちしております。続いては見たいランキングです。お願いします。はい、それでは続いて見たいランキングの方も発表させていただきます。第5位、オーゲルシアターアノニマスゴッツ。第4位、劇団スポーツ怖え劇。第3位、甘い傷。第2位、ホワイトウェイきしみ。第1位は藤原玉江プロデュースガールズトークトゥージエンドボリューム3でした。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、もうね、今月もいっぱいありますね、お芝居ね。はい、ということで、ここでコリッチ舞台芸術からのお知らせです。コリッチ舞台芸術の演劇祭、コリッチ舞台芸術祭り2022春、一次審査を通過した10作品が決定いたしました。はい、それではその10作品もこちらで改めてご紹介させていただきます。サファリー P、 スキマ、パンチェッタ、ナ、理性的な変人たち、オロイカソング、一撃や、不思議の国のアリス、オルガンワークス、ひび割れの鼓動、シラカン、マガアク、万能グローブ、ガラパゴスダイナモス、甘い手、劇色大人団、9人の迷える沖縄人、廃墟文芸部、残花、ホエイ、ふすま戸口、以上10作品になります。おめでとうございます。おめでとうございます。これからこう審査員の方たちが、桃子さんもね、審査員なんですけど、桃子さんたち審査員が各作品を感激していきます。そして最終結果は6月当番組にて発表させていただきます。こちらもどうぞお楽しみに。それでは、ですね、はい、各公演の詳細は公立のホームページで確認できますので、はい、ぜひご覧ください。結構いろんな地域での公演になってますので、ぜひぜひ3月から5月の公演です。よろしくお願いいたします。はい、それではここからは番組おすすめの公演をご紹介いたします。桃子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もですね、はい、この2週間ですねに上演されている作品の中から5作品選びましてご紹介したいと思います。はい、まずですね、公演中に、はいはい、こちらはもう土曜日に初日を迎えております。名取事務所、ペーターストックマン自民の敵よりというのを、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、こちらはですね、副題に人民の敵よりとありますけれども、イプセン の、 人民の敵という作品から、ペーターストックマンというのは登場人物なんですね。登場人物の主人公ではないんですね。主人公じゃないんです。そうなんです。主人公じゃない人がタイトルになってるんです。そうなんです。なんかすごいざっくり言うと、主人公 の、 お医者さんが、なんかその町の、温泉が汚染されている、汚染されようとしているってことを、公にしようとするんですけれども、それを、お兄さん、お兄さんがペーターストックマンっていうんですね。でお兄さん町長なんですけれども、町長が隠蔽しようとするっていう話 で、 で今回ちょっと面白そうだなと思うのが、そのお兄さんの役を女性にして、本案して、はい、やっているということで、本案と演出は瀬戸山美咲さんが、はい、行われているんですけれども、瀬戸山さん、例えば今岸田局長にノミネートされている作品とかでもですね、彼女が笑う人が、はい、彼女が笑う人がいてもという作品なんですけども、それでも、その女性
のことについて、まあ、かなり冷静に描かれているなっていうふうに思いますので、かなりどういうふうになっているのか、もうすでに初日開けてご覧になっている方いると思うんですけれども、あえて女性にしたことでどう描こうとしているのかっていうのはかなり注目ですね。私は来週見るのでまだ見てないんですけど面白そうですね。出演には例えば劇団チョコレートケーキ の、はい、コリッチでも皆さんお好きな方いらっしゃると思いますけれども、西尾由紀さんが、そうです、西尾さんが出られたり、はい、いろんな出られている俳優さんたちもかなり注目の、面白い俳優さんたちですので、ぜひはい、見てみたいです。はい、吉祥寺シアターで27日までですね。はい、はい、ありがとうございます。ではお次もお願いいたします。はい、次はですね、これはあさってですかね、祝日、はい、水曜日から、統括スポーツの、はい、保健所番号13221ですね、はい、こちらをご紹介したいと思います。こちら私もすごい楽しみにしてまして、というのがですね、はい、ちょっと本公演が去年おととしと、まあ、コロナで中止になってしまって、はい、でまあ、ちょうどその間に1公演できてて、それはそれも岸田玉賞にノミネートされていて、去年度 の、うんうん、でまあ、公開されてます戯曲がノートで、なのでどなたでも読めるんですけれども、うんうん、でそれを見ていただくと分かるんですけども、なんですかね、ラップ、ラップ調と言っていいのか、その、はいはいはい、ラップの知識があまりないので、はい、これがラップだって私も言い切れないんですけど、いわゆる皆さんが多分イメージされるラップっていうのでイメージしていただいて間違いないと思うんですけれども、うん、はい、ちょっと私は知らなかったので、ちょっと調べてみたいなと思います。はい、今のお話聞いて初めて、画面に映ってるフライヤーが結構なんか固めの独特なだから、カッチリした何の書類みたいなイメージで、カッチリしたものをイメージしちゃうんですけど、うんうんうん、ラップ調になるってまたちょっと、うん、そうですね、予想を裏切ってくる、面白そうですね。はい、結構こういうまあ、そのフライヤーの話ですけれども、うん、実際にあるまあ、出来事であったりフライヤーであったり、うん、ものを模しているといっていいのか、から発案したものに、うん、を描かれたりするので、そういった導入部分とかも面白いと思います、うん、ありがとうございます、はい、ではお次は、はい、はい、次はですね、はい、今度の土曜日から初日なんですが、初日は北九州で行います、うん、劇団、ものの悪いのは私じゃないという公演ですね。北九州、岡山、東京、大阪で3月までにかけて上演していきます、はい、もう、はい、私はですね、この時期になると、はい、ものを見るっていう、もう毎年あ、この季節だなと思うんですけど、まあまあ、喜劇といいますか、うんうん、はい、コメディをずっともう上演されている劇団 で、うん、で30周年を迎えて3年前かな、うんうん、で劇団員がしばらく5人で上演してたんですけれども、うん、客演を呼びながら、今はもう9名になって若い方も入ってこられて、うん、まあ、かなり混ざり合ってきて、新しい風も入ってきながら、もうずっとものの空気っていうので、もうすごく素敵な劇団だな、その団体のあり方としてと思ってるんですけど、なんか作品としては、まあ、パワーハラスメントって言っていいんですかね、はい、を、うんうんうん、まあ、ちょっと考えたいっていうところで発案されたと、うんうん、主催の土田さんもいろんなところでおっしゃってまして、うんうん、ただ私はもうこれを見てほしいっていうのがあるんですけど、モノのツイッターで定期的に公開されている動画があるんですよ、3分ぐらいの、稽古場動画ではないんですけど、なんかこう、はい、劇団員の人が出てきて喋るっていう、はい、もうそれをもうご飯食べながら見ると吹いちゃうじゃあご飯食べてる時は見ない方がいいそれがすごい私は大好きなんですけれども、うん、なんか話の内容はそれでは全くわからないんですけれども、うん、なんか空気は感じて、すごくもし馴染むなって思った方がいらっしゃったら覗いていただけたら、面白そう、それも見てみます。はい、もの面白いですから ね、面白いですね、はいはい、私も好きです、私も見に行きたいなと思ってます、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そして、はい、次はちょっと早口で、すみませんですね、4冊目はですね、はい、
こちらは新潟で公演される、はい、ルートピアで公演される、うん、ママごと の, あの短編2作ですね、反復かつ連続っていう作品と歩みという作品で、うん、まあ、あの過去に上演されたこともあるので、はい、はい、ご存知の、ご覧になりました？はい、見てます。両方見ました？両方見てます。あ、じゃあいかがでした？いや、どっちも大好きだし、ね、面白いですよね。私は歩みで、まあ、芝幸男君を、はい、元の主催の芝幸男君を知ったんですけども、天才が現れたなって、うん、もう本当正直衝撃的だったんですよね。演劇でこんなことができるんだっていう。そうなんです、まあ、ちょっとさっき私はポロッと面白いって言っちゃったんですけども、うん、その、まあ、普通に楽しいとかっていう、うん、あの意味だけじゃなくて、その行動が面白くて、あの今回の2作でいうと結構対照的な作品になっておりまして、うん、まあ、反復かつ連続の方は一人の人物を、今回、何名かな、あ、ごめんなさい、間違えました。6人の女性を1人で演じる、1人で演じるんですね、はい、が反復かつ連続の方で、歩みの方が複数人で、3人かなの、女性を演じるという、はい、作品になっておりまして、結構高校演劇で上演される方とかもいらっしゃいますね。いや、もうこの、なんだろう、千葉くんの手法っていうの、本当それまで見たことが、いや、見たことないですよね。衝撃的ですよね。本当に驚いたし、あのでもその手法だけじゃなくて、ちゃんとストーリーというか、うん、あとセリフだったりとかもすごく心に染みるし、うん、もう本当にこれ何度でも見たい作品です、ね、うん、もう反復かつ連続とかも本当びっくりします、ね、びっくりしますよね。なんか演劇じゃないとできないっていうことと、演劇ってこんなこともできるんだっていうのはやっぱり思いましたね。衝撃を受けた作品2つですので、これはあれですか、新潟だけですか今回？そうなんです、今回新潟だけなんです、うん、はい、はい、でもね、これきっとまたどこかでね、再演したりする作品だと思います。そう思います。いろんな形で、はい、あのままごと、あのコリッチのアワードでも、はい、2度受賞されてますので、うん、はい、あのご覧になった方も多いと思うんですけど、はい、ぜひ新潟お近くの方は、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。見たいな、私も、もう一度、ね、はい、では次の作品お願いします。はい、では、こちら最後5作目ですね、これは劇団ではなくて、東京芸術劇場の公演ですね、うん、冬のライオンというので、私コリチロだ。はい、ここにもう大きな文字で書いてますけれども、佐々木蔵之介さんが主演で、演出が森慎太郎さん、うん、この2人はあのベントでご一緒されてましたね、2016年だったかな、で、2人やってまして、まあ、森さんが佐々木さん の, あのヘンリーを見たいということから始まった企画ということ で, でこの、まあ、ざくっと言いますと、このヘンリー2世っていうのが、はい、まあ、冬のライオンのことなんですね、イコールなんですけれども、まあ、ヘンリー2世が、まあ、イングランドの初代国王なんですけれども、ヘンリー の, その跡目相続、誰が継ぐんだみたいなところを、あの周りの人たちがこう争うと言いますか、皆さん思惑があるんですね、あの王妃であったり息子たちとか、なんかこう敵国の王とかある、いろんな人の思惑が交錯するクリスマスイブの日の出来事、クリスマスイブの、はい、なんです。カリチラシだと出演者がクラブ小さいしか載ってなかったけど、ね、たくさん、他のキャストの方も素晴らしい方がね、はい、あの高畑さん、あの、うんうん、子さんとかも出てらっしゃって、うん、あのヘンリーの、まあ、王妃を、なんていうんですか、奥さんというんですかね、第一王妃みたいな、はい、王妃って言うんですけれどもまあこの二人の掛け合いとかもかなり面白いんじゃないかという、こんなことを他人に言うのかっていうぐらい結構なことをお互い家族で言い合うんですけれども、まあそれも客観的に見るときっと面白いの映画にもなってますし、もともとブロードウェイで初演されて、あのいろんなところで上演されてる、まあ、人気もある作品ですので、今回、はい、はいはい、どうなるのかすごい楽しみですね。はい、ありがとうございます。以上5作品の番組からのおすすめ公演でした。考えれば私もちらっと見たい芝居をぜひぜひぜひ。私はですね、今週、24日から27日、ホリブン、スタートキー、これはでもうチケット取りました。これ、紀ノ国屋ホールで上演されるんですけど、ホリブン第9回公演なんですが、
中郷という劇団の鎌田敏也さん作演で、出演に生え際の川上由里さんという女優さんとか、あとあのそのあと、小骨のすみくじら子さんの3人のユニットなんですけれども、今回すみさんは出られないんですが、あの第9回公演ってことでやってきてるんですが、毎回本当面白いんですよあのでもちょっと説明は難しいですね、難しいのでもう見てくださいとしか、面白いので見てくださいとしか言いようがないんですけども、もう今回またいつもは堀分すごい50人とか100人とかすごいちっちゃい劇場でやることが多いんですけど、なんと紀ノ国はいきなり400人ぐらいの劇場でやるということで、それも楽しみですし、なんとピースの又吉さんだったりとか、あとキティボーイズの鬼太郎さんだったりとか、豪華ゲストが気になりますよね。いるので、堀分でこのキャスト陣っていうのはどういうことになるのかなってすごい楽しみなので、これ見たいと思います。それともう一本がこれも絶対見たいんです、はい、これももう楽しみですね。東京成人演劇リープ命ギガ鳴らすダブル、これあの数年前にね、はい、あの初演されて、その時は作演の松尾鈴木さんと安藤玉恵さんの女優さんの2人芝居で上演されたんですけど、今回は松尾鈴木さんは作演のみになって、はい、工藤官九郎さんと安藤玉恵さん、ナイロン百度神の三宅宏樹さんと友坂理恵さんっていう2組で、あの交互にダブルキャストで、上演していくので、もう作品は本当名作なのでぜひぜひ見てほしいですし、もうこのどっち見ようみたいないやもう両方でしょ両方って思いますよね。もう絶対どっちも面白いと思う、どっちのキャストも見たいなって思っております、うん、全然違う雰囲気の2人が並ぶと、ね、そうですよねね、なのでギガ組と長須組っていうふうに分かれているらしいので、はい、これが3月4日、東京が3月4日から4月3日、うん、ザ・鈴なりにて、でそして大阪、北九州、松本といろんなところでやられるので、うん、ぜひいろんなところで見てください、私からのおすすめはこちらでした。ちょっと公演中止だったり連携だったりっていうものもあるので、あのそれぞれちょっとよくホームページ等々調べて見に行ってください。ということで、桃子さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、かっけーだいぶ早口でした、ありがとうございました、はい、はい、以上大入りプレイガイドでした。